はい、やっていきたいと思います。かわいい。あ、そうです。ですよね。あ、はい。あ、はい。なーに、子芋。あのじゃわかんないでしょ。ちゃんと名前があるんだから。双竜アスカラングレ。特別にアスカって呼ばせてあげるわよ。ありがたく思いなさい。わかった。アスカでいいんだね。同時刻、エヴァでこれを上陸地点にて阻止する作戦を立案、実行。予定時刻、目標と戦闘開始。しかし、目標の分離攻撃により、エヴァ2体の連携は崩れ、エヴァ初号機、敗退。エヴァ2号機、同じく敗退。現在目標は国連軍の N2 地雷によって組織の 20% を損失。しかし活動再開まで総時間はかからないと考えられます。公式敗退。情けない。させ私のせいじゃないわ。バカシンジさえ私の足を引っ張らなければ勝ててたのよ。アスカだって作戦を無視して僕のせいにするなんてずるいじゃないか。結局あんた邪魔なんだもん。私は悪くないわ。そんなこと言ったって一人で出ても負けてたよ、きっと。うるさいわね。黙らっしゃい。あんたたち、いいわね、よく聞いて。あなたたちパイロットは次の出撃までに AT を上げておくこと。 AT が高いパイロット2人による同時過重攻撃により目標を殲滅します。以上、解散。そろそろ時間だね。学校行こうか。うん、じゃあ出ようか。第三新東京市に出現。あ、先ですか。来たわね。今度は抜かりないわよ。今回の作戦は前も言った通り、 AT が高いパイロット2人による同時過重攻撃により目標を殲滅で、今回のパイロットはシンジ君とレイ、あなたたち2人にやってもらいます。了解。今回の作戦の全ては2人のユニゾンにかかってるわ。あんたたち任せたわよ。準備はできた？これから今回の作戦を伝達します。何か。よし。
目標移動開始しました。全ては二人のシンクロにかかってるわ。しっかりね。エヴァ両迎撃開始ラインに入ったわ。さあ二人の連携プレーをとくと見せてあげなさい。エヴァ両機、AT フィールド、目標の AT。 エヴァ両機、エヴァ両機の攻撃。 AT フィールド、目標の、エヴァ両機は距離を取って射撃して。シンジ君。はい、今のマヒマが光るその瞬間は相手の攻撃を防御するチャンスなの。防御ですか。攻撃を受けるときエヴァが光った瞬間に丸ボタンを押せばいいの。そうすれば使徒の攻撃を防御して無効化することができるわ。できなかったけど、使徒の強力な攻撃を回避したいときに狙ってみて。防御はエヴァが光ったときに丸ボタン。わかりました。光った時に丸ボタンですね。エヴァ両機、あー、待って。 AT フィールド、目標の、エヴァ両機、エヴァ両機の AT フィールド、目標、エヴァ両機は距離を取って射撃。エヴァ両機、 AT フィールド、目標の、エヴァ両機、エヴァ両機の AT フィールド、目標、エヴァ両機は距離を取って目標、目標2体融合。融合？今だ、行くよ。行きましょう。エヴァ両、AT フィールド。エヴァ両機は接近戦に移って。エヴァ両機は AT フィールド。あ。使徒、殲滅を確認しました。全然見つからんかった。見つからんくてすんません。なんか6日後退院でしょ。
まあ、レイ継承で、シンジ重症やからか。はい、じゃあ今回ここで終わりにしたいと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、バイ。